新人名の解説。前週三祖宗三禅師の新人名を現代語で解説したのじゃ。初心者には難しいかもしれんが、修行の道に迷った者には大いに参考になるじゃろう。一度は読んでみると良いのじゃ。1. 指導無難、ただ賢弱を嫌う。ただ像は否くんば、当年として明白なり。市場の道というのは難しいものではなく、ただ分別を嫌う。ただ贈愛の思いがなければはっきりと明白なのじゃ。これは修行の道というものが分別によらず、憎しみや愛好の思いを捨てるところから始まることを示しているのじゃ。修行が難しいというのは日常で使う分別を、修行の道でも使おうとするからなのじゃ。修行の道は日常と違い、分別をなくし、贈愛を消すところから始まるのじゃ。2. 合理模写あれば、天地遥かに隔たる。厳然を縁と欲せば、純逆を存するなかれ。ほんのわずかな分別による差別の心があれば、天地のごとく遥かに隔たる世界が生まれる。ありのままの世界を捉えようとするならば、純逆の分別をもあってはならん。少しの分別の心があれば、そこから我と他人、人と獣、社会と個人などのすべての世界が起こるのじゃ。ありのままの世界を見ようとするならば、これが正しいとかあれが間違いであるとかの分別をも捨てなければならんのじゃ。3. 異純愛争う。これを神病となす。原始を知らざれば、いたずら二年上に老す。あれは違う、それは正しいとかの争いが心にあれば、それこそが心の病なのじゃ。その道理を知らなければ、静かな心もいたずらに消えてしまうじゃろう。人々の中でも、己の心の中にも何が正しいとか間違っているとかの争いがあれば、それこそ心の病とするべきなのじゃ。それらの心がけを知らなければ、修行しようとしてもいたずらに疲れてしまうだけなのじゃ。4. 窓かなること大虚に同じ、隠ることなく余ることなし、誠に主者による、故に不如なり。分別を捨てて天空のように心が窓かになれば、欠けるところも余るところもない。誠に主者分別によるがゆえに、意のごとくならないということがあるのである。そのようにして純逆とか贈愛の分別を捨てて心が天空のように丸くなれば、何かが欠けているとか、余りすぎるというような思いもない。本当に主者分別の働きによって、一切が思い通りにならないという不満が起こるのじゃ。5縁を追うことなかれ、空人に従することなかれ。一平かいなれば、民念としておのずからつく。俗世間の縁を駆逐せんとしてはならん。空に住もうと忍耐してもいかん。一つの根本の態度を平らかに抱けば、雑念は滅び、自ら尽きる。修行のためと本心を隠して無理に俗世間を避けたり、自分に合わない空の方を無理に続けていてはいかんのじゃ。むしろ分別のない自らの根本に立ち返れば、雑念は自ら滅び、消えてなくなるのじゃ。6. 道をやめて死に帰すれば、死さらにいよいよどうず。ただ曜変に滞らば、なんぞ一種を知らんや。動く心を止めて、静かにしようとすればその止める働きがさらに動きを起こす。止めるとか動かすなとかの分別を働かすよりは、ただ一つの根本の態度を知るがよい。瞑想の時に心を止めようとすればますます心が動き回るじゃろう。そのような時には止めるとか動くとかの分別をやめ、むしろ自らの根本を追求するのじゃ。7. 一室でざれば、要所に功を失す。うをやればうを没し、空に従えば空に背く。
自らの根本に通じなければ、何もかもいかんようになる。有効なことをしようとすればなくなり、空の方に従って心を止めようとしても無理なのじゃ。自らの本心、本性に変えることがなければ、一切の方は意味がないのじゃ。自らに良いことをしようとしてもうまくいかず、空の方をしようとしてもダメになったりするのじゃ。8. 他言他よ、うたたそうをうせず。絶言絶よ、ところとして通ぜずということなし。言葉や考えが多くては方も心に作用しないのじゃ。言葉を断ち、考えも断てば自らの本心にも通じるのじゃ。言葉や考えが多くては本心に変えることはできず、いかなる方も効果をなくすのじゃ。心の中での言葉や考えも断てば、自分の本心に通じないということはないのじゃ。9. 根に帰すれば死を得、性に従えば衆を失す。衆も変性すれば、全空に焼却す。自らの根本に変えれば一切の方の意も得られるが、分別に従えばその根本をも失うのじゃ。その分別を一瞬でも観察できたならば、一切の観念妄想に打ち勝ち、脱却する。父母の観念にさえも触れない自らの根源に変えれば、一切の方も明らかとなり、悟りも得られるのじゃ。記憶の紹介による認識を行っていれば、その根本の姿も失ってしまうじゃろう。しかし、その認識の作用も一瞬でも顧みられたならば、自我を滅し悟りも得られ、観念妄想もなくなるのじゃ。変性とはそのような認識の作用を見る気づきを言っているのじゃ。10. 全空の天辺は、皆妄見による、真を求むることを用いられ、正すべからく見をやむべし。観念妄想がやまないのは皆妄見による。それを放っておいて真実を求めようと努力するのは無意味なのじゃ。ただ分別の見解をやめるべきなのじゃ。人の観念妄想は己があるというような妄見によって起こるのじゃ。仏教では我見といい、それが無明そのものなのじゃ。その妄見による妄想を放っておいて、真実は何かとか追い求めるのは無意味なのじゃ。分別によって生じる妄見を休めることこそ大事なのじゃ。11. 二見に従せず、慎んで追尽することなかれ。わずかに是非あれば、憤念として真を失す。あるとかないとかの二元論を立てず、いつまでも囚われていてはいかんのじゃ。これが正しいとかあれは悪いとかの見解に縛られていては、心も乱れ見失うのじゃ。哲学者のように様々な見解を追求していけば、論理はさらに分かれ自らの心も分からなくなってしまうじゃろう。そのような自縄自縛の論理や見解があれば心も乱れ見失うゆえに、いかなる見解や寄って立つ論理的な立場なども捨てるべきなのじゃ。12. にはいつによってあり、いつもまた守ることなかれ。一心生ぜざれば、万法とがなし。二元論の見解も一元論に帰するものであるが、その一元の論理さえ守ってはいかん。一つの論理もなくなれば、一切の方が滞りなく作用するのじゃ。論理が収束して一つの見解に落ち着いたといえども、その見解さえも守ったり囚われたりしてはいかんのじゃ。何らの論理も見解も心にないとき、心もまた根本に回帰し、一切の方が明らかとなり、欠けることなく働くのじゃ。13. 戸がなければ法なし、生ぜざれば真ならず。脳は今日に従って滅し、今日は脳を追うて沈む。戸がなければ法はなく、観念が生じなければ心もない。認識能力は世界が滅するに従って滅し、
世界は認識能力が沈むことで駆逐される。方が明らかに作用して心が見られれば、心の働きはやむじゃろう。その時観念は生ぜず、観念が生じないからそれを対象とする心も起こらないのじゃ。認識能力は境界を区別する力を失って止まり、境界を区別することがなければ認識能力も働かないのじゃ。14. 境は脳によって境たり、脳は境によって脳たり。両断を知らんと欲せば、元これ一空。境界は認識能力によって境界としてあり、認識能力も境界を認識することで成り立っているからじゃ。それら二つのありようを知ろうとすれば、一つの空として完ぜよ。なぜならば認識は自他の境界を区別し、様々な万物を分別することで成り立っているゆえに、その区別された境界がさらに認識を確固たるものに思わせ、疑いようがないから認識と境界は互いにますます強め合っているのじゃ。それら二つの仕組みを観察しようと欲するならば、一つの空なるものとして観察すべきなのじゃ。15. 一空様に同じ、等しく万像を含む。清掃見ざれば、いずくんぞ返答あらんや。一つの空として二つを等しく観察すれば、一切の認識するものが等しく包含されているのがわかるじゃろう。その特徴を探ろうとしてみれば、偏りが生じ、見ることができないのじゃ。心の内に深く秘められた認識と境界の仕組みを観察すれば、その中に一切の物事が包含されているのがわかるのじゃ。認識によって自他の境界があり、世界があり、万物の起こる縁となるのじゃ。その世界が認識をますます強固とさせるゆえに、終わることがないのじゃ。その働きをあまりにも集中して観察しようとすれば、自己同一化が起こり、見ることができないのじゃ。あくまでも両者を等しく空なるものとして放念し、自ら起こるままに観察することが肝心なのじゃ。16. 大道体観なり、難なくいなし。正見はこぎす、うたた急なればうたた遅し。大いなる道の本体は広く、難しくもなければ優しくもない。小さな見方や疑いがあれば、焦りや期待を招く。本来の主要の道のあり方は大きな道が広く、行くのに難しいということもなければ、歩みが優しすぎるということもないのじゃ。ただ囚われた見解や疑いがあれば、焦りや期待を招き、自ら迷惘に陥るのじゃ。17。これを収すればどう失し、必ずじゃろにいる。これを放てば自念なり、大居住なし。そのように執着すればどう失い、邪道に入る。自然に放念すれば、本来去ることも重することもない。主要の道や心に執着すれば心は静まることなく、邪道に陥るのじゃ。心に囚われることがなく、自然に心を解き放てば、心はいつくことも去ることもなく、静まるのじゃ。18。小二人ずれば道に合す、小用としての魚を絶す。懸念は真に背く、根沈は不幸なり。自らの本性に任せれば、かえって道に合致し、小用として苦悩を立てる。何事にでも念をつなぐことあれば、誠の方と乖離し、根沈してよくないのじゃ。己の本心、本性を知り、それに任せて力を抜けば、心はかえって安らぎ、苦悩もなくなるのじゃ。何事も念を囚われていれば、法でさえうまく働かず、知恵も働かない状態になってよくないのじゃ。19. 不幸なれば心を浪す、なんぞ素心を持ちいん。一条に赴かんと欲せば、六人を憎むことなかれ。
良くないままに続ければ精神は疲労するから、何者も遠ざけたり、親しんだりしてはいかんのじゃ。修行の道を全うしようと思うならば、修行の妨げとなる6つの塵と呼ばれるものも無理に遠ざけたり、親しんでもいかんのじゃ。そのような良くないままに修行を続ければ、瞑想をしても精神は疲労するばかりであるから、何かを遠ざけたり、親しんだりしようとしてはいかんのじゃ。そうであるから誠の修行をしようとするものは、心身の刺激となる色や音や香りや味や食感や法などの6つを憎んでもいかんのじゃ。本来の教えではそれら6つを遠ざけるべきであるとされているが、それにさえも囚われればかえって良くないのじゃ。20。6人肉混ざれば、かえって小学に同じ。知者は無いなり、愚人は自爆す。その6人を憎んで遠ざけたりしなければ、かえって修行の道に変えることにもなるのじゃ。賢い者はそのように無理に6人を避けようとせずなすがままにするが、愚かな者はそれらを遠ざけようとしてかえって自ら縛られるのじゃ。6人を憎んで遠ざけたりしないならば、それがかえって修行の道としては正しいことにもなるのじゃ。賢い者はそのように法にも囚われず、縛られず、あるがままにして修行の道を進むが、愚かな者は自ら法に縛られて苦悩するのじゃ。21。法に違法なし、乱りに自ら愛着す。心を持って心を持ちう、阿弥大釈にあらざらんや。それは法が間違いなのではなく、乱りに自ら愛着するのがいかんのじゃ。それは心を持って心を操るのであるから、大いなる錯覚というものに違いないのじゃ。六人を遠ざけよという方が間違いなのではなく、それらにも乱りに自分から愛着するから、法によってのくも起こるのじゃ。執着する心を、心によって操作しようとするから、法が苦悩を起こすことにさえもなるのじゃ。それはまさに大きな錯覚としか言いようがないのじゃ。22。迷えば若乱を生じ、悟れば功をなし。一切に変、乱りに自ら侵蝕す。そのように迷いは心の乱れを生むが、悟れば功をもないのじゃ。一切の二元の論は、自ら侵蝕するゆえにあるのじゃ。迷いや囚われがあれば法でさえも心を乱すが、悟れば功をの区別もなくなるのじゃ。それはすべての功をや特質や是非などの二元論が、自ら分別し、侵蝕するからあるゆえなのじゃ。23. 無限空下、何ぞ破足を老船。特質是非、一時に放却せよ。無限やうつろな花は、どのように労力を費やしても捕らえられないのじゃ。特質も是非も、まとめて一遍に放り捨てるのじゃ。無限や幻覚の花は、どのように苦労しても捕らえることができないじゃろう。そのような無限は、得ることもなければ失うこともなく、良いものとすることもなければ悪いものとすることもありえない。そのように一切の特質や是非などの分別も、無限として両方とも一度に放ち、脱却するのじゃ。なぜならば得るということがあれば、同時に失うこともあり、是認することがあれば、否認することも生じるからなのじゃ。まさに無限の花が得ることも失うこともなく、是認することも否認されることもないように、一遍に捨て去るのじゃ。24. 眼もしねむらざれば、諸無をのずからのぞく。心もしいならざれば、万方一如なり。もし眼が寝ていないのならば、すべての夢が自ら覗かれるように。心にもし不意がなければ、一切の方は一つのごとくなるのじゃ。どれほどたくさんの夢を見ていても、目を開けば夢は自分から消えるじゃろう。そのようにもし心に、あれとこれが違う、
異なっているというような分別がなければ、すべての物事が一つであると認識されるのじゃ。25、一如体現なれば、ごつにとして因を坊主。万法等しく感ずれば、起伏自然なり。一如として本体をも無意となれば、俗世間も忘れ去られる。すべての方は等しく感じられ、自然に復帰するのじゃ。そのようにして一切が一つと認識し、自らも無意に帰したならば、俗世間も忘れられるじゃろう。一切が皆等しく平等に見られ、あるがままに回帰するじゃろう。26。そのゆえんを見んせば、放棄すべからず。どうをやむればどうなく、しをどうずればしなし。その理由などを考えて、ああだこうだと比べてはいかん。動きをやめれば動きはない。止まることをやめて動けば止まることはない。法とはこのような理由でこうなるとか、ああなるとか理由などを考えてもいかんのじゃ。例えば動いているものが止まれば動きという現象はない。ものが動けば止まっているという現象はないじゃろう。27。様すでにならず、いつなんぞしかあらん。故郷究極、規則を存することなかれ。止まることと動くことの両方が成立することはなく一つであることはない。究極の境地においては、もはや俗世間の論理などは存在しないのじゃ。そのように止まることと動くことが、二つとも一緒に成立するということがないように。一切が平等の究極の境地は、俗世の規範を離れたところで成立するのじゃ。28. 戒心平等なれば、所作ともにやむ。小儀精進すれば、正心正直なり。平等の境地に心を一つに留めてあるならば、所作はともにやむ。疑いを清め尽くし、まさに誠の心を持ってなおく整うのじゃ。平等の境地に一心に心を留めるならば、何事かをなすということもない。それが無意の境地なのじゃ。疑いは清め尽くし、まさに誠の心がまっすぐに整えられるのじゃ。本心と離れた不浄の心はもはや一つもないのじゃ。29. 一切とどまらざれば、記憶すべきなし。古名辞書なれば、心力を浪せず。非資料の書、式上計りがたし。一切の観念をとどめず、記憶すべきものもない。無心にして自ら心を諦め、心配事によって心を疲れさせない。資料も及ばぬ境地であり、認識や感情も届かぬ深い境地に入るのじゃ。一切の観念がなくなり、記憶すべきものもないとは、記憶による認識を離れた誠の悟りの境地なのじゃ。記憶による認識の生み出す自我の観念や、そこから生じる一切の苦をも永遠に離れているのじゃ。観念のない心はうつろであるが、自らの光で照らされている。他の観念の対象によって満たされぬ心が、観念のない無心の境地によって自ら満たされ、一切は光り輝くのじゃ。そこにはもはや一切の苦もなく、心を疲れさせることもない安心の境地なのじゃ。思うこともなく、認識や感情もそこにはないのじゃ。そのような無認識の境地こそ誠の悟りなのじゃ。30. 心如北海は、他なくじなし。急に相応戦と要せば、ただ不二という。そのような心理の世界には、自他の区別もない。要求に応じて言うとすれば、ただ不二というしかないのじゃ。悟りを得てみる世界には、もはや自分と他人という区別はなく、認識もないのじゃ。それゆえに目覚めた者は自分と同じこと他人もできると思ってしまうのじゃ。その世界はもはや言葉には到底できないものであるが、要請に応じて無理に言葉にするとすれば、
国というのじゃ。国とは自他公を特質などの区別なく、一切がただ一つの意識であることを表しているのじゃ。31。国なれば皆同じ、法要せずということなし。実法の知者、皆この州にいる。国にして皆同じならば、包含しないものとてない。すべての世界の知者は皆この本源に入ったのじゃ。そのようにただ一つの意識があり、皆同じと感じるならば、その中にこの世の一切が含まれているのじゃ。一粒の砂から広大な大地まで、一つの雲から境界のない天空まで、何もかも一つなのじゃ。一切の世界の知者、目覚めた者たちは、皆この本源の世界に入ったのじゃ。それは本来のあり方であり、そこに回帰することでもあるのじゃ。32。衆は即縁にあらず、一年万年。在も不在もなく、実法目前。その本源のあり方には時の休迫も遠心もなく、ただ一瞬の年が万年の時間と同じなのじゃ。あるということもなくあらないこともない、一切が目の前にある。そこにはもはや時間の関連もなく、急がなければならないとか、まだ時間があるとか思うこともないのじゃ。一瞬の年が万年の時間と等しく、三千の大世界とも同じと感じるのじゃ。そしてもはやあることも、あらないこともなく、一切が目の前に現れているのじゃ。33。極小は大に同じ、境外を謀絶す。極大は小に同じ、偏表を見ず。極小と大は同じ、その境界も謀絶するのじゃ。極大も小と同じ、その辺も見られないのじゃ。国であれば極小の砂粒さえ、大地と同じであり境界もないのじゃ。極大の天空も小中の空間と同じなのは、その辺縁が現れないからなのじゃ。何もかもが国であれば、そこに境界はなく、縁もないのであるから極大極小はいずれも同じなのじゃ。34。うはすなわちこれむ、むはすなわちこれう。もし格のごとくならざれば、必ず守ることを用いざれ。国であれば物事があるということはすなわちないと同じであり、ないということもあるのと同じと感じられる。もしこのようにならないのであれば、未だ誠の悟りには至っていないのであるから、その境地を守り続けてはいかんのじゃ。そのように国の境地にあれば、もはやあるということとないということも全く同じに感じるのじゃ。もしこのようにならないのならば、それは未だ正午の境地であり、誠の悟りには至っていないのじゃ。そのような境地は守るべきではないのじゃ。速やかに捨てて、誠の悟りの境地を目指すのじゃ。35。一足一歳、一歳即一。ただよく格のごとくなれば、何ぞ不必をおもんぱからん。分別がなければ一つのすべてがあり、すべてが一つであるのじゃ。もしこのような境地にまで到達したのならば、もはや涅槃を究極していないのではないかという思いもいらんのじゃ。分別を運理して悟りに達したならば、一切が途切れることのない一つのものとして感じられるじゃろう。肉体も一つのものでありながら一切と感じられ、一切は一つと感じられる。それこそ究極涅槃の境地なのじゃ。その境地にまで達したならば、もはや大悟徹底の境地であり、正午に陥っているのではないかという思いも不要なのじゃ。36。新人不二、不二新人。言語道断、古来根にあらず。真とは誠であり、究極の真実、真理、悟りと同じなのじゃ。誠と心は一つである。誠と心が一つあるのみなのじゃ。その境地はもはや言葉では表せぬ、
ただいまここにあるのみなのじゃ。人が求めるべき究極の真実、真理、悟りとは、人の心そのものなのじゃ。それこそが人の求めるべきもの、知り尽くすべきもの、観察し尽くすべきものなのじゃ。人が自らの心を求め、知り尽くし、観察し尽くしたならば、その時こそ究極の真実を知り、真理を得て、悟りに達したと言われるのじゃ。心が真実そのものであり、真理そのものであり、悟りそのものなのじゃ。それゆえに心と別のところに真実や真理や悟りを求めてはいかんのじゃ。それ以上にはもはや記すべき言葉はないのじゃ。ただいまここにあるのみなのじゃ。以上で真と心について記名すべきことは終わるのじゃ。